さなぎ守る大佐です。初めての原宿ラフォーレということで緊張しておりますが、頑張りますと言っても初夏頑張ると空回りしてミスるので気楽に行きます。ではよろしく。おはようございます。夜桜星丸少将でございます。いや朝早いからね、本当おはようございますですわ。ですが今日はね、今年初の式典ですから、もうかなりもうやる気がもうガンガン出ちゃってますから ね今回は初めて、ね、一緒になるって久々に一緒になるとかね、いろんなあのリッターの人がいるんでですね、あのここは一つですね、なんかこううまいことね、あのやる気を空回りしないようにですね、脇を固めつつですね、市民の皆さんに、召喚がいるということで、お楽しみがちょい足し、いや超ちょい足しぐらいに、ね、なるように今日は、ね、頑張っていきたいと思いますんで、召喚から目を離すな、よろしくロックンロール、夜桜星丸少将でした。ぬーん、というわけで夜桜星丸少将です。いやね、なんとか無事終わりましたかね。これはまあそうですね、やっぱり上皇寺中将はすごいですね。もうあのテンションもうキレッキレですわ。というわけでね、今回召喚はね、一番印象に残ってるのはやっぱりお祓いのとこですかね。お祓いのとこでね、秋山少佐がなんか塗りたくられてって言ってましたけどね、あれはね、繊維とかじゃ、化学繊維とかじゃなくて、召喚の念がこもってるわけ、念が秋山少佐の鼻から入ってるわけですよね。だから多分ね、すごい元気になりますわね、ということでございましたわ。でもまあ、ナイトオブファイヤーを踊れたのはとても良かったかな。仮面の中ではすごいドヤ顔していましたがね。というわけでございまして、また式典やら何やらいろいろあると思いますけど、召喚がね、またちょい足して皆様のお楽しみに少しでも足せるように頑張りたいと思います。まあ頑張るのは当然なんですけどね。というわけでこれからもよろしくお願いします。夜桜星丸少将でございます。